ブルックアンデアムーアの森のマリア教会にある1万人の殉教を描いたフレスコ。ビット・オレ・カルパッチョ、アララトさんの1万人の貼り付け1万人の殉教、あるいは1万人の騎士は十字軍の時代に作り出された伝説。この伝説は歴史的事実に基づくものではない。しかし、十字軍の信仰心と忍耐力を高めることに役立った。 時のローマ皇帝は反乱軍を鎮圧するためにアルメニアのアカティウスを指揮官とする9000人の兵士を送った。ところが兵士たちは10倍の圧倒的な数の敵の軍勢に直面する。兵士たちはキリスト教に改修して神の助けを借り敵軍を倒すことができた。ローマ皇帝は改修の件を聞き改修者たちを弾圧するために 異教徒の軍勢を差し向けた。ところが、その戦闘中にも何千人もの異教徒がキリスト教に回収した。キリスト教徒の数は1万人にまで増えたが、ついには破れ、刑で拷問され、アララと山で張り付けにされた。かつてカトリック教会では、1万人の殉教者を記念する生命祝日として3月18日と6月22日を捧げていた。前者は、 ここで述べているものとは別の時代のニコメディアにおける殉教を踏まえたものとされ、後者はここで述べている、あららと山における兵士たちの殉教を踏まえたものとされていた。パレルモの1万人の殉教者協会や、レンテの1万人の騎士協会は、彼らに捧げられたものである。宗教芸術においては、アルブレヒト・デューラーやビット・オレ・カルパッチョなど、この伝説を描いた作品が多数ある。 ベルン大聖堂のステンドグラス。中央が1万人の騎士の窓。この主題を描いた最も大規模な絵画表現は1448年から1450年にかけて制作されたベルン大聖堂のステンドグラスであり、この大聖堂の1万人の騎士の窓はもともと40面の長方形の区画、8面の頂頭部の区画と3面のトレサリー窓で埋められていた。 その後、おそらくは、嵐のために、大きな損害を受け、長方形区画11面と頂き頭部のドライパスの一面は、取り替えられた。スイス名役社団にとって、重要な2つの戦闘は、1万人の騎士の生命祝日に合わせて行われた。すなわち、生命祝日の前夜に戦われた1339年6月21日のラウペンの戦いと、 1476年6月22日のムルテンの戦いであり、いずれも同盟側の勝利に終わった。ムルテンの戦いの際には、ベルン側とその同盟者たちは、意図的に6月22日を決戦の日に選んで、多くの聖人たちの加護があることを信じ、ラウペンにおけるブーンの再現を期した。1476年のムルテンにおける勝利の後、6月22日は、 同盟側の多くの場所で特別な祝日とされた。特にベルンでは、古戦場での行事が行われ、1万人の殉教者が称えられる。ありがとうございます。